はい、たくみソフトの高井です。父独語館をしてまいりたいと思います。2019年の11月号からです。今回の箇所はインタビュー1、医師あるところに道あり、平和園社長の、新田孝則さん。平和園というのは北海道の会社だとはちょっと、びっくりしました。行ったこと実はないんですよ。帯広というか十勝の方がおそらく主力なんだと思うんですよね。で、十勝と札幌にお店が有名な焼肉店のようです。ですごくね、流行ってる人気店のようなので、ぜひね、行ってみたいなと思うんですけど、私一人で行くことってちょっとできないタイプで、家族とね行ければなと思ってるんですけど、ただ焼肉ってあんまりね、うちね実際食べないんですよ。寿司ばっかりなんですね。寿司食べたがるんです。だからなんか行くと外食になるとどうも寿司、魚系が多くなっちゃうというね、そういう関係があって、あんまり焼肉ってね本当旭川にでも行かない、そんなね、状況だったんですけど、ぜひ私今度機会があったら平和園さん行ってみたいなというふうに思いました。悲劇のヒーロー気取ってんじゃないよっていうね厳しい言葉を新田さんはかけられたことがあるようです。新田さんはですね、実は視力を失っていくわけなんですよ。失っていく過程の中で、やっぱり感覚がこう磨かれてくるじゃないですか。普通に見えてるように見せることがおそらくできるようになってたんだと思うんですよ、見えてないのに。ですから周りからすると、あ、なんだ新田さん見えてるんじゃんっていうね、そういう状況が多分あったんだと思うんです。それで、新田さんがこの会社に入って、仕事をしていく中で、現場の方からですね、新田さん動けるんだから忙しいんだからちょっと事務だけじゃなくて手伝ってよみたいな、そういう感じになっちゃったみたいなんですよ、周りが。でも実は新田さんは目が見えないんです。見えない中で、なんか言い訳みたいになってしまうし、周りは見えてないってことを認められないわけですよ。普通じゃんみたいな、見えてるんじゃんみたいな感じになってしまったようなんですね。それでちょっと従業員とのこの関係が一時悪くなったようなんですよね。ただ新田さんもね、なんとかそこをね分かってほしいと思って、いや実はねこういう状態なんだよって、こういうサングラスをかけた状態なんだよみたいなことをみんなに訴えるんだけど、みんなの心に届かないんですよ。不自由な自分をいたわってほしいっていうね、その気持ちがどうも出てたんじゃないかっていうふうに後に新田さんは気がつくわけなんですよ。そしていや、それではねダメだと、自分が実はそこに線を引いてしまって従業員の方をからこう自分をいたわれと、特別扱いしろと言ってしまっているんだなっていうふうにおそらく感じたと思うんです。それで、自分が変わらなければと新田さんは思ったんだと思います。それでその感覚を捨てたわけですよね。で、見えてないのに包丁握って、じゃあやるよと、で見えてないからやっぱり大変なわけですよ、現場に出ると。でもそれをみんなに見せてアピールしようとしたわけではなくて、じゃあ私ができることを探そうっていうことで、新田さんは自分ができることですね、そうやって包丁を持ったりいろんなことをして探し始めるわけです。そうすると周りもね、あ、新田さんのことをね、理解していったんだと思うんですね。で、新田さんもその周りが変わっていく、自分が変わることで周りも少し変わっていった、それで従業員の方々を信じることができるようになって、道をねどんどん開いていった、そんなことが記事の中で書かれてるんだなということをちょっと感じました。例えばこういうことないですか。40度の熱が出ている、ね、インフルエンザじゃないから移すことはきっとないから会社に出ていった、もう熱出して具合悪いに、もう頭もガンガンしても人も二重に見えてるんだけど、とりあえずこの仕事やらないとみんなに迷惑かけるからって出てきた。でも上司はね、お前これ何やってんだ、これダメじゃねえか、トラブルがお前なんとかせえとかって言ってこうやるわ。で、部下からは
何屋さんこれいつまで見てくれるんですか、ちょっと仕事にならないじゃないですかとかね、突き上げられるとかね、こういう状況って皆さんないですか。無理して会社出てったね、ツアーあるのに無理して出てったのに、もう容赦なくみんなからも仕事ガンガン取る、でもおまけにもうお客さんからもガンガンクレーム入るとね、ちょっとかいたわれよって、俺熱出して具合悪いのに無理に出てきてんだぞっていう気持ちになりませんか。私はなるなと思いました。私はなりました。実際にあのサラリーマンの時にそんなことあったら、ちょっとはお前気遣えよってでね、あの定時で上がろうとしたらね、みんな嫌な顔するわけですよお前会社来れてんだからちょっときちんと仕事して帰るよみたいな、まあね、いつもの御前様ですよね帰るのはね、そんなことってねありますね、汲み取ってくれ、分かってくれ、それこそね今回のテーマじゃありませんよこれね、語らざれば無礼なきみたい、こちらはね語ってないんだよ、ちょっと汲み取れよって、行間読めよみたいな、ね、そういう思いってあるんですけど、でもこっち側にねあの線を引く、ね、読み取れよっていう思いがあると相手は反発して読み取らんもんですよね、これがねうまくいかないもんですよね、そんなことをちょっと思いました。皆さんもそんなことないですか。もうそういう時はね寝てろっていう当時思いました。もう言ってそんなね精神的におかしく、ね、変な気持ちになるならもう休むって、もうダメ具合悪い、もう 寝てるみたいな、ね、あとは部下とか上司に任せると、ね、せめて電話で部下とか上司に任せるように、やればよかったんですね。なんかカッコつけて自分で出てったっていうね、そういうね部分があったんでしょうねっていうふうにちょっと思いましたね。いやー皆さん、あの体調子悪い時はですね無理しないで、仕事ほどほどにやってください。私も仕事今ほどほどに頑張ってます。はい、そんなんで今日はここで終わりたいと思います。それではまた皆さんもお会いしましょう。それでは。